通行区分が指定されているとき車両通行帯のある道路で標識や表示によって交差点で進行する方向ごとに通行区分が指定されているときは指定された区分に従って通行しなければいけませんただし 1. 緊急自動車が近づいてきた場合 2. 道路工事などでやむを得ない場合は 必必ずしも従う必要はありま,せんまた、3、右折につき2段階の右折方法によらなければならない交差点において、右折しようとする原動機付き自転車は、道路の左端によって通行しなければいけません。